なあ、まったく。いや、あのね、え、見ようかな。僕も頑張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。じゃ、やってみようかな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 。
張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。無事に解決できたかな。そうね。いやあ、はあ、いえ、はあ、まあ、なあ、どうしよう。いや、どうしよう。
血を引くお前は相当期待してもいいと思ってるぜ。様を始末する。いいぞ。行くぞ。おやおや、なんだと？やらせないぞ。ありがとう。まあ、いやいや、
頑張れごはん。最長老さんとこはもうすぐそこだ。はい。ごはん、見えてきたぞ。は、あの高い山、あそこがそうだよ。時間を稼ぐ。お前は最長老のところへ行け。は、はい。なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。あの力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感も終わりのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。は、はい。あなたは大きな力についてどう思いますか。そうですね、あなたにとって力とは怖いものかもしれません。ですがあなたはそれだけではなく、力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。それでは力はどんな時に使うべきでしょうか。そうです、力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか。そうです、それがあなたの戦う理由です。だからそのことを忘れないで心を落ち着けてください。はい。では行きますよ。なんだ、中に誰かいやがる。ボールを隠したのはここか。待て、ベジータ、待ってくれ。帰れ、中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。
すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。星に近づいてるって、最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空がとうとう来たんだ。え、そうかな。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。そったれ、間違いない。この木はギニュー特選隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな。そんなことできるはずないだろう。約束してやる。俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つ？1つじゃないの？早くしろ！間に合わなくなっても知らんぞ！わかった！ついてこい！約束だけは必ず守ってもらうぞ！くしょう！目いっぱい飛ばせ！やっと到着しましたね。リクルーター、チーズ、誰だ？ギニュー！みんな揃って、ギニュー特戦隊！待っていましたよ。ありがとうございます、フリーザ様。今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト！ブルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何？何なのよ今。ベジータもいなかった？やつらも動き出した。さすがに早いぞ。腐ったれ。お願い、